こんばんは、島根正彦です。今回のテーマはキャンセルカルチャーということでお届けしますけれども、まだちょっと聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますけれども、最近急激に広がっている用語であり概念です。私が最初にこの言葉を聞いたのはオバマの演説の中でしたかね。やっぱりこのネット社会が進んでいくときに、そのお互いかなり攻撃し合う、特に保守とリベラルというような間では、ほぼ恒例行事のようにですね、お互いをディスり合うというような、それ以外にアメリカの場合ですと、人種問題もありますし、女性問題とかもありますし、銃規制となると、これ必ず大きな論争を呼んだりすると。もともとキリスト教保守主義が強い土地柄でもあり、それに対して権利闘争を激しく展開してきた歴史を持っているアメリカですから、どうしたってその市民レベルにおいての圧力っていうのは避けられないわけですが、しかしこのネット社会においてそのお互いを攻撃し合うっていうことがエスカレートしていって、時には揚げ足取りになったり、あるいはデマ合戦、デマの応酬ということも発生します。そういう中で唯一言論の自由をどちらも守ろうとしているっていうところにがあったりして、なかなか一筋縄ではいかないと。で、このキャンセルカルチャーという概念自体もですね、もともとはアメリカの発祥、例えば私たちもよく報道で知っていますけれども、いまだに隠然たる形で残っている人種差別ですね。そういうことがあからさまになるような警官によるアフリカ系住民へ の暴力とかいったことが起きますと、パッとこう一気に人権派、あるいはアフリカ系の人たちの反発が起きる。でそれに対して、そうじゃないだろう、それはちょっと行き過ぎだろうとかですね、あるいは日本でもよくありますけれどもヘイトクライムとか、こういったことが必ず生じる。それがなんか一種の文化の圧力を呼んでいる、分断も助長しているということがあります。で一方で、ウクライナ戦争進行中ですけれども、いわゆるロシア側から見た時の西側メディアの変更ということを、プーチンも快く思っていない。でそういう時にこれはロシアに対するキャンセルカルチャーだと、例えば確かに開戦当初はですね、ロシア人のアーティストが参加するコンサートがキャンセルされたりですね、ロシア作家の作品の不買運動が起きたりとかですね、そういうようなことがありましたけれども、そういうことを言うな心象膨大に語って、これはキャンセルカルチャーだとプーチンが言い出すといったこともありました。すいません、もう一回最初の話に戻りますけど、私が最初に聞いたそのキャンセルカルチャーという言葉っていうのは、これが行き過ぎると良くないよと、誰だって間違いは犯すんだと。でそこをちょっと応用に認め合いながら、そこで揚げ足取りとかやめよう的なコンテキストの中でオバマがちょっとコメントしたっていうことがちょっと私の記憶に残ってて、そこからいろんな形でキャンセルカルチャーっていう言葉が定義され続けて、更新され続けております。日本でもやっぱりこういう問題っていうのがありますが、アメリカの場合とはだいぶ位相が違うようです。で本日はですね、前島先生をお迎えしてですね、本来のそのキャンセルカルチャーの意味を定義していただきつつですね、今日のアメリカはどうなっているのかと、日本の政治を論じる時もアメリカ抜きには語れない、日本の安全保障を語る時もアメリカ抜きには語れないと。じゃあアメリカにちゃんと物を申すことはできるのかっていうところも心もとないといったような形でですね、いわゆる対米従属っていう構造、永続的な構造の中に置かれた日本人からアメリカをこう見るっていう視点も必要だし、批評的に見るっていう視点も必要かと思いますが、そういうことをもろもろ関わってきますので、
本日はまあいろんなところに話題が及ぶかとは思いますけれども、アメリカの Now という、キャンセルカルチャーから見たアメリカ、この2本立てという形になるでしょうかね。お付き合いください。はい、ありがとうございます。改めまして MC はジョーです。よろしくお願いいたします。そしてもう一方レギュラー出演陣は政治学者の白井聡さんです。こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてお待たせいたしました、今夜のゲストなんですけど、上智大学教授です、前島和弘先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。どうも、どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰ですよ ねコロナの前にニコニコでご一緒させていただいて以来、はい、何かこう、LINE とかでやり取りは何かあったんですか。 LINE のやり取りはしているんですけど、つい最近あったような気がするんですが、でもよく考えたら数年前となりますよね、うん、そうですね、はい。前島先生はですね、ニコ生を見ている人はもうアメリカの選挙番組というと、もう神保さんか前島さんかという感じでご覧になっている。まず神保さんなんですよ。それで私はそこで横についていくというでも地上波でもね、たくさん解説をなさっておりますけども、はい、今島田さんの方からありました、今日は一つキャンセルカルチャーという言葉とそこから見たアメリカということで、アメリカの現在そして未来というお話ができればと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。白井さんの方もこの前島さんの緊張、はい、読んでいただきましたでしょうか。はい、まずちょっと感想を一言いただいてよろしいですか。はい、はい、非常にですね、今どんな感じでアメリカで起こっているのかなというのが、よく分かっていうのがまず第一の感想ですね。うんうん、で、今日これは本格的な議論をしなくちゃいけないところだと思うんですけども、昔から、かなり前からアメリカにおける保守とリベラルの、激しい対立、反目、分断っていうのがもう40年ぐらいですかね、続いていると。で、それがいよいよもってのっぴきならない状況になってきたと。で、私なんかアメリカから見れば外国人なわけで、気楽な立場で大変だねって言うわけですけども、でこんなに大変だから、もうこれもう一つでいるのがもう不幸じゃないかと。もうこれアメリカはいわば赤い州と青い州で分割したらいいんじゃないかと、そう思うぐらいですよね。思っちゃうし、いや本当にちょっと若いどうやったらできるんだろうっていう感じがするんですよね。選挙の時のね、民主党有利、共和党有利で分断したらすっげえ複雑な分断になっちゃって、線は引けないです、地理上にではっきり分かれなくなっちゃったけどね。いや、だからこう前島先生のね、結論はこれだけ分断してるけれども、やっぱり最終的にはいろいろこれまでアメリカの歴史もあったけれども、こういうのを乗り越えてきたから、今はきついけど長期的には乗り越えるだろうっていうビジョンが示されているわけなんですけれども、一方でいや、これ国が分裂するっていう方向っていうのもどうなんだろうっていうのを今日はお聞きしたいなと。なるほどね。今の点、前にダース・レーダーさんと話してて、そこはやっぱり疲れましたね。やっぱこれは、こんな夢物語じゃないよと、彼は他の言葉を使ったかもしれませんけど、ただアメリカの歴史をずっと見ていると、こういう瞬間っていくつかあって、それを乗り越えたことはどうもアメリカ研究者だと思うんですよね。で、あとアメリカっていろいろ変化があって、人口動態わっと変わってる、ここら辺に注目したいですが、でもこれから10年変わるかというとあんま変わらないかもしれない。白井先生おっしゃったような形で、なんかよりどす黒いものを我々は見るかもしれない、そんなように感じますね。プラスね、そのアメリカ自体があることがひょっとしたら今はね、世界にとって不幸じゃないかというか、これイラク戦争から始まり、今のこのウクライナ戦争もそうですけど、アメリカがね、もし国としてなかったら、世界にこんなにたくさん人が死ななかったんではないかなと思えなくもないというところもありますよね。それで結構今話題になってる本の一つだと思うんですけど、バーバラ・ウォルターというですね、アメリカの学者が書いた「アメリカは内戦に向かうのか」っていう本が、東洋経済新報社から今年になってから出たんですけれども、要するにこの人はもうウォルターという人は内戦の研究者なんですよね。世界各国のいろんなその内戦の発生状況っていうのを調べて、それで言ってみれば内戦学みたいなものがあるらしいんですけれども、それでさまざまな指標でもってこういう状況で発生しますよねって、こう一般的傾向が見えてきたと。で、そうすると、じゃあこれは今のアメリカどうなんだっていうと、かなり危険なレベルに達してますよっていうことを、こういうか、語ってる本なんですよね。なるほどね。で、しかもみんな
武器持ってるじゃないですか。そうなんですよ、ね、ごっつい機関銃を持ってると。でよくその銃規制の問題が、まあ、アメリカについてはですね、うん、なんであんなにひどいことがいっぱい起きてるのに規制されないんだろうって、まあ、我々の感覚からそう思うと見えますよね。もっと厳しくすればいいじゃんと。それにその、まあ、護身用のピストルを持つっていうことはまあいいとしても、マシンガン持ってるって変だろうっていう感覚が我々あるから、だからマシンガンは禁止してピストルは OK すればいいんじゃないみたいに考えるけれども、そのアメリカの憲法が保障しているその銃を保持する権利っていうのは、あれはよく読むと単護身用にピストル銃を持っていいですよっていう話じゃなくて、あれは政府がひどい時には銃を持って戦ってる政府を倒して良いんだっていう革命権ですよね。革命権の核そうなんですよね。だからどうも実は我々が想像しているのとはこう話が噛み合わない話で、確かにそう考えると、だから本当にその武装の銃保持の権利じゃないんですね。つまり武装権なんですよね。革命をしていい人権なんですよね。そう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 。だからまあこれもね、なかなか我々の想像を絶するところだなっていうのがあるわけで、そしてまた要するにこう内戦内乱っていうのも決して空事ではない。うん、私もその本たまたま今ちょうど昨日の夜、ある書評を書いて送って来週ぐらいに出るんですが、バーバル・ウォーターとても面白い本で、英語の方で実はもう読んでいて、うん、日本語の方を読んでたんですが、これこういうことなんですね。アメリカはもうデモクラシーじゃないんだ、民主主義じゃないんだ、一方で、専制主義でもない、で真ん中のアノクラシーという状況、これは部分民主主義とかいう言葉を使うんですが、これが怖いんだと。要するに民主主義だと法の支配とかで動いてるけれども、あるいはいろんな意味で責任感があるけれども、説明責任とかも政治家はやるけれども、一方で、その専制主義だったらもう上からコントロールすると。その真ん中の、こうどちらにもつかない状況が怖くて、それが、ミャンマーとかいろんなイラクとかいろんなところを、研究データを集めていらっしゃいますが、それがアメリカにどうも似てるよと。だからこれちょっと怖いよという話なんですね。まあこの中でも出てきて、まあ、じゃあどうすればいいのかってなかなか難しくて、うん、バーバラ・ウォーターが書いてるのはあれなんですね。例えばソーシャルメディアも規制をしよう、規制しないとやっぱまずいだろうとか、あるいは選挙のがどうしてもアメリカって州で統一されてないので全州でそれを直していこうとか、さまざまな、あと政治教育民主主義教育をしていこうとか、こうあるんですが、やっぱりかなりの部分が漢方薬であった、まあ、漢方薬素晴らしいけれども即効性が、まあ、あるのもあるか、漢方薬私もですが、すごく効くやつと効かないやつ、劇薬ではないですね。で、劇薬を使ったら、例えば、ソーシャルメディア取り上げるっていうのことだったら、それは、言論の自由、はい、まあ、憲法修正第2条が銃を持つ権利だったら、憲法修正第1条が言論の自由ですので、こっちを奪われることになると。だから、なかなかやっぱり処方箋がないわけ。まあ、その辺のアメリカの行方というのは、まあ、この後会員限定コンテンツになってからじっくりと話をしたいなと思っておりますが、島田さん何か言いかけましたね。はい、まあ、今しがたこの本をね、アメリカは内戦に向かうのかっていうことがテーマになったけども、もともと大統領選っていうのが、まあ、一種の革命っていうか疑似革命みたいなもので、常に民主党と共和党が、まあ、バランスよく交代を激を繰り返してきたということがある。まあ、だからそれはもうほとんど一党独裁みたいな中国とか日本とかに比べると、もう選挙のたびに大統領選のたびに革命が起きてるっていうのに親しいと言ってもいいと思うんですけどね。ただこの対立って、左右の対立なのかリベラルと保守の対立なのか、これ自体がね、何かもうちょっと先鋭化してて、それでその象徴的な出来事っていうのは、多分トランプ支持者が議会を襲ったっていう、あの疑似クーデターだと思うんですよね。この民主主義の一応の牙城だと思われてたアメリカで、こういうようなことが起きるということは大変ショックで、それでまあアメリカにおけるもうデモクラシーはもうもはや終焉なのだという考え、意見はね、いやちょっと先走りすぎと思ってたけど、ああこれ一理あるよねって思った
思っちゃったわけですよね。そうなんだ、だってあれ何人も人亡くなってる大惨事で、大惨事ですね。でやっぱりすごい不思議なのは、なぜあの件でトランプさんは逮捕されないのか。今まだ捜査が慎重になっているところで、まあ、次の訴追がこれだと言われていますが、ただ、ね、あれも別にあれさっきの話ですね、一種あれは革命権だって当然なんだと共和党支持者は思っていたんです、うん、でそこなんですよね。あの昔島田さんがおっしゃられたんですが、大統領選挙が本当にいろんな意味で民主党グループ、まあ、ロバが民主党のイメージですが、ロバさんチーム対共和党がゾウさんですが、うん、ロバ対ゾウの戦いで戦って、最後はどちら勝ったらあとはみんな応援すると、うん、マンデートという言葉が前ありました。もう消えちゃいました。マンデートって信託なんですが、もう信託することなくて、革命、これはもう取られたから革命寸断になっちゃうと。でちょうどそのアメリカへ内戦に向かうかのかのこの本ですね、この表紙がね、本当そうなんですよ。これ英語の原文は全く文字だけなので日本語の方が綺麗だったりするんですけど、でも本当にこれを見ると内戦前夜に見えますよね。まあ、今日はそのキャンセルカルチャーというものがアメリカの中でどういう形で熟成してしまったのかっていうようなお話、歴史もですね、まあ、紐解きながら見ていこうとは思っていますが、最後までご覧いただくには会員の登録が必要になります。さあ、まず最初はですね、今ちょいちょい名前が出てきているこのキャンセルカルチャーということをある意味世界に広めた、まあ、その張本人がトランプということになると思うんですが、トランプをめぐっての話をしようと思っています。一つアンケートだけ取らせていただいてよろしいでしょうか。まあ、皆さんもうすでにニュースなどでチェックされていると思いますが、まあ、トランプ前大統領はですね、現在37の罪で、まあ、訴追されていると。もっと軽い。この間 の連邦の訴追が37の罪 で、はい、そのうちの31が、まあ、スパイ容疑なんですね、はいはいはい、秘密保持の問題で、はい、あとは6が、司法妨害返さなかった、はいはい、でそれにまたニューヨークの、4月の、2016年の選挙の時に、愛人に口止めを渡した。そうです、ね。まあ、これに関しては連邦法なんですが、州の方でも引っ張れる、はいはい。まあ、このそれもいくつかの罪が入ってますので、うんうんうん、まあまあもう数としてはいくつかもう分からないです。カンダブルなも数になっているということなんですけども、まあ、来年ですね、皆さんご存知の通りまた大統領選があります。まあ、前回の大統領選本当に混乱を極めた選挙だったわけですけども、またちょっとしたらカオスがやってくるかもしれませんが、そんなトランプに関して、まあ、これは我々今見ている方は日本国籍の方が多いと思うんですけども、そのトランプ氏がですね、大統領選から撤退すべきか継続すべきかという、皆さんどんな風に感じてらっしゃるのか、そのアンケートだけ取らせていただいて、まず最初の話題はですね、無料パートではこれ皆さん興味があると思いますので、ちょっと俗っぽい話題なんですが、トランプは今後どうなっていくのかと、これは来年の大統領選挙に向けてなんですが、その動向をちょっと、トークしていきたいなと思ってます。アンケートの方出ますでしょうか。はい、こちらです。トランプ氏は大統領選から撤退すべきか、それから継続すべきかということですが、1が撤退すべき、2が継続すべき、3がわからないということです。これちなみに前島先生、世論調査で言うと撤退すべきが多かったような気がするんですけど、まあ、直近でまた数字変わってるかもしれませんが、どんな感じなんですか。ですね、その連邦の方の捜査で訴追された時にちょっと増えたということですが、これもアメリカ全体見るとちょっともう辛いんですよね。共和党支持者で撤退すべきだと思ってる人はほとんどいない、うん、いない。民主党支持者が圧倒的で、アメリカっていうのは、まあ、ちょっとあと今無党派増えてますが、大きくいくと共和党3割、民主党3割、無党派3割で、はいはいはい、今ちょっと無党派が多くなってますけど、うん、その共和党支持者はもう圧倒的にもう撤退すべきはもうゼロに近くて、民主党支持者は撤退すべきはもう9割であり、で無党派の方は、まあ、まあ選挙に行かない人もいるんですが、どっちつかずと、だから全体で 40% ぐらいですね。なるほどね。だからその数字全体見てどう、なかなか判断しづらいところなんですね。なるほど。さあ、今日のユーザーの皆さんはどうでしょうか。アンケートの結果見てみましょう。こちらです。どうでしょうかね。撤退すべきが 40%、 継続すべきが 28.6%、 わからないが 32.4%。 そうですね、見事なちょっとバランスといえばバランスになっておりますが、さてこの気になるトランプ氏の、ま、今後の、ま、裁判も含めて
今後の動向なんですけども、ちょっと資料2を出ますかね。アメリカ政治のこれ主な日程ということが、まあ、ここに挙げてあります。もうこれ本当に主なものなんですけども、まあ、来年ですね、2024年の11月にこれ大統領選の投開票があります。共和党でいうと来年の7月にですね、党大会で候補者指名ということになってきますけども、これはまずその裁判の行方というところでいうと、これ別に大統領選の前には必ずしも決着がつくかどうかというのはちょっとわからない、つかない可能性が高いですね。さっき言った4月にやってるニューヨークの方の裁判がスタートするのは来年の1月ぐらい、はい、で今年、これ今年の夏討論会共和党が上がりますよね、はい、その時には全く動いてないわけですよね、うんうんうん、でもう一つ今、ついこの間の連邦の方の、機密文書の持ち出しのものは、訴えた方、司法省の方として早くやってくれと言ってるんですが、これはアメリカですので、日本で行くと裁判員ですね、陪審員制度、それを選ぶとか、はい、いろんなことあると来年まで難しいだろう。で、一説には選挙終わるまで難しいだろうというのが今出てて、うんうんうん、ただまだあと2つ裁判訴えられると、うんうん、それ含めていろいろなものが動いていく中で、全然リアリティがないような形で、そっちの裁判はあるんだけど選挙はそのまま進んでいく、こんなパターンになると思われてます。なるほどね、全体未聞ですよね。要するにその刑事被告人である人が大統領候補として大統領選戦ってるっていう状況っていうのは今まで全然ない、ほぼ未聞、ないんですよ。ただ共和党民主党ないんですが、アメリカ社会党という、はい、ユージン・デプスという、はいはい、1920年の大統領選で出た人ですが、結構そこで 4% ぐらい最終的にポピュラーボート、うん、一般投票も取れた、これは獄中で戦ったんですね。要するに社会主義でデモやった、はいはい、そういう形だったんですけど、こういうケースはあります、ね、なるほど。で、あともう一つ多分お話で、じゃあもしこれ早めに決着がついて有罪になったらどうかっていうと、有罪になっても大統領におそらくなれると、うん、でこれはどういうことかというと、2つありまして、そもそも大統領を辞めさせることができるのは議会、連邦議会だけだ、うんうんうん、で2回トランプさんの場合は弾劾があって2つとも、まあ、上院は3分の2集まらないといけないですね。下院は2分の1ですが、3分の2はどう考えても、集まらないので、まあ、今回もおそらくそうなるであろう。さらに言うと特に連邦の方なんですが、奥の手があって、大統領になれば自分が自分を恩赦する。ああ、簡単に言うと司法省司法省に介入して起訴を取り下げることができるわけ。起訴取り越し先は難しいけど、裁判は続いてるけど、あ、そうか、裁判で決着してなかったら なかった場合なかった場合、お前はそんなのやめろって言えるのかもしれない。あんまりその過去にないのにちょっとわからないですが、恩赦はできるんです、ね、なるほどね。で、例えば昔ニクソン大統領、あれは弾劾される前に辞めたんですけど、うん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 、その時に次のフォード大統領がこんなことって混乱はいけないから恩赦します。あれもすごい話で、ニクソン大統領のこの過去のこれまで分かっているものと今後の全ての連邦法についての違反は恩赦するっていう、すごい恩赦だった。ただ恩赦を認める場合有罪認めなきゃいけないわけです、ね、そうなんです。でもまあ、トランプさんだったらそれも含めて問題ないというような気もしないでもないです。でもこれ前代未聞の話で、だから恐ろしいのが、有罪になって大統領選に戦って勝った場合は恩赦があり得るし、これ裁判がもう決着していなければ、さっき言った通りもしトランプさん勝てば司法省に介入して起訴そのものを取り下げるさせるっていう可能性もあるわけですよ。まあ、それをどういうふうにやるのかちょっと、大統領が司法を辞めさせるっていうのはなかなかあり得るか、他の人どんどんアポイントして議会が認めればいいですので、ありえないことなんです。そうですね、で発想自体がさ、勝てば官軍ってことでしょ。何でもありなんですよ。要するに革命権の行使をしてさ、勝利の暁には全てはチャラである。そうだけど負けたらまあしょうがねえな。でそこなんです。その、トランプ前大統領がもし今度当選したら、うん、その2021年1月26日の議会襲撃に行った人たち、はい、連邦法で捕まってますが、うん、ほぼ全員恩赦じゃあ、そうよ。それももう公言、選挙公約です。これ すごいことが今アメリカで起きようとしているわけですよ、ね。ドナルドじゃなくてフィデルって呼ぶべき。すごいな。皆さん多分質問たくさんあると思いますけど、質問はですね、番組の最後に皆さんにぶつけたいと思っておりますが、じゃあここでね、4番出ますか。これ2024年のですね、大統領選の現在の
まあ、候補ですかね、はいはい、で、どうなんでしょうか。これ、まあ、今のところ共和党はトランプ氏が一応支持が一番、そうですね、共和党支持者に聞いた場合ですが、はいはい、今、2024年の大、共和党の指名候補誰がいいですかというと、ほぼいろんな調査ではトランプが 50%、 50% で、次がここにあるのは何番目か横かな、はい、デサンティスが 20% から 25%、はい、ダブルスコアですね。なるほどね。であとの人たち、まあ、日本では馴染みがなペンス副大統領、はいはい、1%、はい、ヘイリー国務長官、元前かな、うん、これも 1% 程度と、うんうん、あとは、ちょっとですね、クリス・クリスティとデサンティス写真が違ってはいるのですけれども、クリス・クリスティはまだ1%、この辺りはなんか明らかにトランプを否定する人って初めてできたんですが、クリス・クリスティとそのエイサ・ハッチンスのあたりはトランプじゃもうあれはオワコン、日本語、日本語で言うとオワコンだ的なことずっと言ってるんで、やっと出てきたんですが、このあたりがもしかしたらトランプ批判票をクリスティがどれだけ、取っていくかっていう形、まだ 1% ないぐらいですよね。なるほどね、はい、これ一方の民主党なんですが、まあ、今のところまあバイデンさんは出るという、あもうバイデン出てます、まあ、そうですね、出ていて、はい、でこれあの皆さんあの人はどうだったかって話で、ハリス副大統領ですね、うんうんうん、はいはい、これはバイデン大統領と副大統領候補はハリスというチケットで出てるので、だから出ないんですよ、うんうん、出ないというかバイデンが出てるんですね、うんうん、でいろんな調査で、事前の調査でバイデン1位2番目がハリスなので2人がもう合わさってるので、うん、あとはここに今書いてあるウィリアムソン、あのアメリカだとですかね、あの、オプラ・ウィンフリーの番組とか出てくる、うん、あのまああのでもね、あの、小説、作家っていう表現でいいのかな、うん、ね、作家というかあの、まあ、何本っていうんですかね、あのよく行きましょうみたいな、うんうんうん、あなたハッピーに行きましょうみたいな、まあ、どっちかというと啓発本、啓発本を書いてる、自己啓発本の作家ですよね。でその人とそのキャリアはとても有名なので、はい、それにはプラスだと思うんですよね。あ、これケネディ・ジュニアもちょっと写真違ってる、ケネディ・ジュニアはこの顔ちょっと違う気がします。ちょっと私、目が私悪いのですが、まあ、ロバート・ケネディ・ジュニアは私会ったことある人でございますが、はいはいはい、ただちょっと今は反ワクチンの人で、ね、そうなんですよね、だからこの辺りはあまりこう見込みがもうないと、うん、あの日本だとどうしてもこう上げるんですが他にいないので、うん、ほぼバイデン一択、ただバイデンがまあ年齢80歳になってますので、もし何かあったら途中でハリスに変わることはあり得るという流れですね。そして、今回あのこれ日本ではあまり報じられないんですが、民主党の方はバイデンが勝つように予備選の状況を変えちゃったんですね、うんうんうん、サウスカロライナっていうバイデンが強いところからスタートして、うん、アイオワ予備、党員集会、ニューハンプシャー予備選からずっと続いてましたが、うんうんうん、70年代から続いてたのをやめちゃうんですね、うんうんうん、だからバイデン勝てるようにシフトしてるので、あのこれも問題では問題あるんですが、バイデン勝てるはずです。なるほど、普通にいけば。そうですか、それも問題ではあるんですけどね。確かに、はい、それは共和党側からしてみたらまた食いつきたくなる。そうです、共和党側はアイオワ、ニューハンプシャーから始まってますので、うん、みんなアイオワに行って、うん、若者言葉で言うとワンチャン、そこで何か言ってワンチャンスで、うん、人気が出ればっていう形でみんなアイオワに行ってる感じですね今。なるほど、毎週毎週ですね。これしかしあのアメリカ国民のどの立場に立つにいくかによっても変わってくるとは思うんですけどね。一方もう80歳でかなり老体のバイデン、はい、一方はもう犯罪者のトランプという、どっちにしてもなんかもう地獄のような選択なのかなっていう感じがしますけども、ね、あの本音は民主党支持者も他の人の方がいい、はい、うんうん、ただバイデンだったらトランプには勝てると、うんうん、1回勝ったし、うんうんうん、というところがあって、あのバイデンの支持率って日本人気がない人気がないというわけですけど、全体では4割ぐらいの支持率で不支持率が6割ぐらいあるわけですけど、民主党支持者のバイデンの支持率っていまだに85ぐらいなんですよ、ね、で共和党支持者のバイデンの支持率は5とか3とか4その差80ぐらいあるんですね、うんうん、だからあのバイデンしょうがないよね、まあでもまあまあまあでも他にいないからっていう風になるんじゃないかなと思います。これ、ね、いいかどうか別として、これちょっとバイデンの評価ってどうなんですか。これ多分どういう風に言えばいいかなかなか考えるんですけど、バイデンって議会ととてもうまくやって、多分 FDR フランクリン・デラノ・ルーズベルト以来最も議会とともにいろんな重要な法案を通した大統領です。
これは多分今時代が変わったらもっと評価される。今ただ今やったのは例えば、ですね気候変動の話とか所得再分配的な、話、子育て支援、教育支援だったり、あとは、コロナの支援ですね、うんうん、でもこれは共和党側からしたら民主党の一周でしょ、民主党の争点だばっかりやってる土左翼の大統領だっていうイメージになるわけですよね、うんうん、それがさっき言った 5% ぐらいの支持率に引かないと。コロナって我々から見ると全然民主党とか党派制を超えると思うんですが、コロナは基本的に密のところで起こって、都市であって多様性で、ニューヨークであってロサンゼルスで、そこにいろいろお金を投じるのは民主党の大統領は自分の支持者のところにお金出してるようなもんだっていうふうに、南部であんまり人がいないところの人たち、共和党支持者はそう思ってるという構造ですね。なるほど、難しいな、まあ、そう言われてみたらそうだなっていう、人がまばらなところでは、なんそんな関係ない、怖いんだと。10分車出してマスクする必要ないですよね。でもマスクしろとバイデン言ってる、とんでもない野郎だというふうにテキサスの一部では思ってたりするわけですよね。難しいなあ。あともう一つね、その大統領選のところで3の資料出ますかね。さっきねコメントできて、これよく僕のミュージシャン系の友達でトランプを褒める人が必ず言う言葉なんですけど、はいはい、トランプは戦争をしなかった、いい大統領じゃないかっていうことは言うんですよ。で、まあ、別のアメリカの、まあ、アメリカの政治を専門にしている方とお酒を飲んだ時にその話をしたら、いやとんでもないと、もうトランプはね、周りがそういうものを止めたからよかったけども、彼自身がどれだけその暴挙をしてきたかということをね、考えればトランプの方が良かったなんて話にはならないと言うんですけど、ただまあこれちょっと新聞社の記事から引っ張ってきたやつではあるんですけど、今のところね、このウクライナ戦争に関して言うと、トランプとそれからデサンティスは基本的にはまあ、もう武器はあまり出さないというようなことを言っているので、はい、まあ、ひょっとしたら、まあ、人によってはですよ、トランプが大統領になればウクライナ戦争が終わるのかもしれないというような言ってる人もいるんじゃないかなと思います。今ジョーさんがおっしゃられたこと、私は平和の大統領であって、はい、俺だったらウクライナ戦争を終わらせるっていうのはトランプの公約ですね。今何と言ってるのかというと、トランプがよく言います、私が大統領になったら24時間以内にウクライナ戦争はやめさせる我々も笑うわけですが、でも理由があるんですね、もう別のところで言ってるんですね、ウクライナの支援は徹底的に優先的にやめさせる、うん、要するに何かというとウクライナに、汚い妥協をさせると、要するにかなりロシアが攻め込んだところでも妥協すると、だから今、それも分かってるので、デサンティス、いやすみません、ゼレンスキー頑張って、少しでも反転攻勢してるわけですけど、まあ、もしかしたらトランプになったらこりゃやばいやと思ってるわけですね。で、一方ではデサンティスどうかというと、デサンティスも結構似てるところがあります。これはどういうことか、ウクライナはこれは欧州の戦争であってアメリカの国益ではないっていう話、うんうんうん、ただこれも今先ほどですね、共和党の予備選って、大統領選挙って投票率6割ですが、予備選って3割とか、うんうん、高くても4割、1割2割の戦いなので、うんうん、より民主党だったらより左に行った方が勝てるので、ウクライナ支援のところもよりウクライナは支援しない方が勝てるわけですよね、うん、っていう流れになっています。どうすると何かというと、デサンティスはやっぱりいろんな形で否定して、トランプに否定してるわけですが、で今この2人でも少し温度差があって、ディサンティスが言ってて、でもあれは戦争犯罪者だからプーチンはと言ってるわけですが、うんうんうん、一方でトランプ何言ったかって、いやあいつをプーチンを戦争犯罪者にしたらあいつは核を撃つ、俺は平和の大統領だから、絶対核を撃たしちゃかん、あいつは絶対、戦争犯罪者にしないんだと、デサンティスよくあいつはものが分かってない、俺は外交4年やってるから分かってる、こう何とも言えない論理で進んでいくわけですね。もともとプーチンのこと好きだっていう割と尊敬してるとか言ってて、あいつの気持ちは分かるっていうようなことを言うような人だったからね、トランプは。それがもう一つ、やっぱり最近の傾向かと思うんですけど、民主党と共和党の政策っていうのがそんなに対照的には分かれてないでしょ。つまり、はい、どちらもポピュリズムの戦略を取るので、だからもともと左の人間が やや右に宗派を送るとかね、もともと右派がねちょっとこう リベラルの票を食おうとかね、まあ、そういうようなその計算に基づいて、まあ、ある程度 の, その妥協みたいなことをお互いにやると、例えばじゃあ
あのウクライナ戦争についてのバイデンとトランプの立場っていうのはそんなには変わらないはずだと思うんですよ。まあ、要するに選挙戦略としてあのトランプは今すぐ辞めさせるとかいうこと言うけど、結局のところその軍事負担を同盟国に過剰に、うん、あの負担してもらうっていうことにおいてはバイデンとあまり変わらないわけじゃないですか。そこに行くとそうですよね。確かにおっしゃる通りですよね。一方でレトリックのところやっぱり明らかに気になっていて、この間の G7 もそうですけど、世界がウクライナを支える、一方で、ウクライナには妥協させるというパターンで、この大きな差はあると。で、民主党の方も特に左派の方は、これやっぱり戦争やめさせた方がいいよと思ってる人たちもやっぱりいて、だからこの人たちはどう動くかですが、今のところ、まあ、いわゆる世論調査とか見ると民主党支持者の方がやっぱり、ウクライナには頑張ってもらわんといかんというふうになっている。なんか昔ちょっと変わったんですね。つい30年ぐらい前までそうじゃなかっただろうと、あの共和党側があのもうアメリカから世界から引いていこうと、アメリカファーストになっちゃった。で、民主党側の方がイケイケ、まあ、これはベトナム戦争の時もそうだったんですけども、あの前は外交政策って民主党側と共和党がかなり、島先生おっしゃったようにかなり真ん中にあったんだけど、これもレトリックの部分は右と左になっちゃったと、うん、そうですね、アメリカファーストといやいや、国際協調だになって、うん、だいぶ変わったなっていうイメージなんです。ただ実際のところ、もしトランプがリーダーになったら24時間で戦争をやめれるかどうかって問題があって、これやっぱ徐々にやめていきましょうになるかもしれない、本当レトリックだけになるかもしれない。で、支持者の方はトランプが言ってんだからそうだろう、あの人は平和の大統領だからみたいに、なんか納得させるところあるのかもしれないです。なんとも言えないと思うんですけど、なるほどね。これただね、その、まあ、後でキャンセルカルチャーの歴史をもう一回ちょっとしっかりと振り返っていこうかなと思うんですけども、まあ、最初に白井さんも指摘してた通り、本当に今やこのアメリカのね、この民主党と共和党のこの対立分断っても深刻じゃないですか。で、まあ、あの前島先生のこの緊張にもあったあのデータを一つ引っ張り出してきたんですけど、8って出ますかね。このビューリサーチセンターというものが政治的な位置を測るための10の設問というのをしておりまして、まあ、具体例もですね、先生の本の中にあったのでそれをちょっと出しているんですけども、これですね、8ページ目にあるんじゃないかなと思います。このビューリサーチセンターというのが、まあ、その人の政治的位置を測るための10の設問というのを作ってます。で、1が政府の役割で、2がビジネスに対する規制、3というのが貧困者に対する見解、見方、4が貧困者支援、5が黒人対応を、6が移民への対応を、7が企業の利益で、8が外交安全保障を、9が環境を、10が同性愛と、この中で、まあ、いくつか具体的にじゃあどう保守とリベラルがこう違うのかというとですね、政府の役割にするとですね、保守からしてみると政府は無駄遣いばかりしていて非常に非効率だと、リベラルは、まあ、人々が言うより政府はよくやっていると。で、例えば貧困者に対する見方は、保守はですね、貧困者は何もせずに政府から公的な補助を受けて楽をしていると。一方リベラルから見ると公的な補助金が十分ではないから貧困者は辛い思いをしている。で、この貧困者の支援に対しても、この保守の方は今の政府に貧困者を助ける余裕はないんだと。で、リベラルの方は、まあ、政府はですね、その債務を増やしてでも貧困層を助けるためにもっと何かをすべきだと。で、黒人の対応もそうですね、全く違います。保守はこの国で成功できないのは黒人は黒人自身のせいなんだと、黒人が悪いんだということを言ってるわけですね。ところがリベラルは、多くの黒人が成功できないのは人種差別のせいだ、移民に対しても保守は移民は我々の職、住居、それから健康保険を奪う重荷だと。一方リベラルは、移民はその働きと才能でこの国を強くしてくれている、企業利益に関しても保守は、ほとんどの企業は公正な利益を出している、リベラルは企業は利益を出しすぎだと。で、外交安全保障に関して保守はですね、平和を保つには軍を強くすべきだ、一方リベラルは平和を保つには外交が一番だと。もうこの、もうとにかく真っ二つに意見が分かれてると。これこういうことなんですよ。これ実はあの、真っ二つで5段階にしてるんですね、うんうんうん、5段階にして一番の右と左というかリベラル投資をやって、はいはい、どこに人々が位置するか、うんうんうん、でこう、94年かなぐらいからスタートして、最新は2017年でもうやめてて、あまりにもひどくなったんです。昔は真ん中だったんですよ、うん、
例えば政府、どうでしょうね、黒人の対応、この国で成功できない黒人は、この国で成功できないのは黒人自身が悪いんだとかいうのはあんまりみんなつけなかった、うん、逆にあの、人種差別のせいだもん、まあ、あるけれども4じゃな5じゃなくて4とかですね、うん、なんかこうやっぱりこう順番でもうちょっと真ん中、真ん中に寄ってたんです、真ん中に寄ってたのが、うんうん、この20年でパカッと真ん中なくなっちゃった、もう両方に散っちゃったって、明確になってきたで、ね、でこのピューリサーチセンター、アメリカの例えばさ、ね、NPO で一つのビル持ってるすごいところなんですが、私も何回も何回も行ったことがあります、世論調査とかやってるところですけど、もう最近はこれ出してないですね、あからさまに全部もうこうなりすぎてるんで、これ以上あの山が動いてく、あのネットで皆さん探していただければ、山がだんだん年ごとに動いてきて、赤い山と青い山が全く重ならなくなっちゃってる、ほんのちょっとしかないと。でもう最近も調査してない、あの調査はしてると思うんだけど、あんまり公表してない、してもう絶望にしかならない、あと逆にもっと例えば保守の人はどんなメディアを使ってるのか、どんなメディア、要するに情報がおかしかったらおかしくなるみたいな、ね、リベラルの人はどんな情報を取ってるのかっていう、そっちの研究になってますよ ね、 調査ね。いやもうだからその分布がもう両方にパカッと人々が分かれちゃったという、はい、この20年です、この20年30年で違う、なんかその山だけ見ると違う世界になっちゃった。なるほどね、南軍北軍みたいな、南軍北軍みたいな、本当にそうです。じゃあそのですね、この20年で全く違うものになっちゃったというのを歴史を振り返りながらこの後見ていこうと思うんですが、この後はじゃあ会員限定のコンテンツで、まあ、その歴史を振り返りつつね、今後のアメリカ、それはアメリカだけではなくて世界から見たアメリカ、これ米中関係も含めて、あるいは日米関係も含めて、お話をしていこうと思っております。ぜひとも皆さん会員登録していただきまして、今日も最後までお付き合いください。告知関係出ますでしょうか。はい、さあ改めまして、これは前島先生のこれですね、キャンセルカルチャーです。先ほど白井さんの方から感想いただきましたが、島田さん、ちょっと感想を、この本の感想を一言改めてお願いいたします。まあ、この間もずっとアメリカの幽霊動きっていうのが、非常にビビッドに描かれてるんですけれども、逆にこういうことが常にね、対話のまな板に登るっていうことで、はっきりとその起承させて、それでちゃんと議論が進んでいくところっていうところには、やっぱりアメリカに対する羨ましさを感じるんですよ。なるほどね。やっぱり日本人から見るとね、こうした議論そのものがもううやむやにしかなってないし、メディアがまた機能してないんで、アメリカはだからね、多少のそのあれですよ、影響とかは政府からとか受けてるよ、だけどそれでもなんかギリギリ正しいことしたいっていう人がまだメディアに残ってたりなんかして、それでちゃんと不正については暴くしね、でこう文章をちゃんと保存するしねという、まあ、だからそういうことで初めてこの対立とか陰謀とかっていうのがちゃんとあからさまになるっていうところが、まあ、ある意味羨ましいなという、でリサーチ のあるいは研究のしがいもあるフィールドだなって思うわけですよ確かにね、日本はデータ的な研究とかあんまりできないですね、ちょっと概念的に考えるしかないみたいなところがありますけどね、うん、日本のね、白井先生も政治学ですが、データはあるんです、データやる人少ないのですね、あと公開されてないデータが多いと、でアメリカだとピューリサーチセンター頼めば、個別雇用データっていって一人例えば3000人ぐらいいたら全部のデータがExcelで見ればExcelシートでもらえるんですよね、それは研究者が言えば、そういう形のだいぶそのデータ環境ってありますね、うんうん、あともう一つ島田先生もおっしゃったように文章を残す、アメリカって基本的に手書きのメモも公文書ですので、うん、メールもで、日本の場合いつの間にかなくなってたり捨てたり、この間裁判の有名な例の裁判の神戸の原がいつの間にか場所がないから捨ててるわけですよね、うん、ちょっと衝撃ですね、うん、そういうところがあります、うん、一方でメディアの話、私アメリカ嫌だからかもしれませんけど、アメリカのメディアの信頼度ってやっぱりダダ落ちなんですよ、うん、それは昔だったらちょうどペンタゴンペーパーズを暴いた男が亡くなりましたけれども、うん、ああいう形でなんかいろいろ人がいて、アメリカがまとまってて政府の不正を暴くんだだったんですが、今は右は
バイデンの親子の悪いことをやばけになってて、左の方はいやトランプ中心だったりすると、だからなんか2つの話をしてて、それがどうしてもどうもなんか合わない。ただどちらもそれなりに、どこまで本当かわからないけど、いろいろ検証しているのは間違いない。莫大なジャーナリ数のバージャーナリストがいて、いろいろなことをやっている。ただその向こう側には、国が割れちゃったから、右の応援団と左の応援団がいて、そのオーディエンスをずっと見ながらやってるというところは、まあ、日本もちょっとそういう感じになってきておりますけど、アメリカだともっとそれあからさまなので、あの例の OECD の、メディアの信頼とか、やっぱりアメリカかなり低いんですね。日本が高いのはちょっとよくわからない。日本は高いです。でこれはあの日本が高いのはちょっともうちょっと人々考えないといけないのかもしれないけど、まあ災害があったら NHK を見ると、災害情報は正しいでしょっていうことになるのかもしれないですけど、一方アメリカであのこの本には書かなかったんですが、あのこの間見て腰抜けちゃったんですが、ピューの調査ですね、確か、アメリカって例えば NBC、ABC、CBS 三大ネットワーク、あるいはニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、リベラル側高く評価して保守側は全く評価しない。一方で FOX ニュースとか、ワンアメリカネットワーク、これはフォックスよりもっとミニ の、 あの、ケーブルです。こっちはリベラル側は全く評価しないけど、保守側は評価する。こうあるわけですね。だからほとんど相合わないんです。一つだけ、真ん中に来ているのが、どっちも評価するのがウェザーチャンネル50%。 ただここは問題ないんですが、それでも 60% ぐらいなんですよ。だから4割は疑ってるわけですよ。要するに多分アメリカ大きいからかもしれないし、ウェザーチャンネル気候変動とか言って、台風が来たなんて、ハリケーン来たとか言ってるけど、保守側は納得できないとか、そういうのもあるのかもしれないと。そう考えるとなんか、アメリカのメディアってやっぱちょっとだいぶアメリカはメディアを 見る人々の環境変わっちゃったなと。すごいな、ウェザーチャンネルはもう信用できないっていう。まあでもウェザーチャンネルが一番信頼を受けるメディア。あ、いや、それでだけどその中でもまだ4割ぐらいが、まあ、うちの間、うちの周りで気候変動なんか起こってないよと思ってる人たちはいっぱいいるわけですね。あのハリケーンはきっと人工的に作られた陰謀だとか。そうなんです。一方であのハリケーンは絶対気候変動のためだと思ってる人たちもいるわけですよ ね。まあだからウェザーチャンネルの数字は一番高いけど、本当にこの数字でいいのかと、もう雨は雨だろうと思うんですけど、ね、それ以上のもんじゃないと思います。いいな、雨は雨だろう。確かにそこに解釈はないような気がないと思うんですけどね。出ましたね、雨は雨だろうっていうのは最高だ。ただ外れることあるかもしれませんけどね。アメリカの天気予報っていろんな話ですけど、本当にローカルニュース見ると本当に天気予報に命をかけてるようなローカルニュースだって、面白おかしく次はここですみたいな感じで、今こんなに雨がっていうのはあるんだけど、日本印象だけど、今一つそのローカルニュースを見ていて、あのあまりにも派手すぎて信じられないところあるんですけど、まあ、ちょっと妙な余談でございます。いや、ひとまずですね、あのとにかくこの本なんだろうね、あ、なかなかずっとアメリカのニュースをウォッチしているというのも大変なのかもしれません。というのは日本人はその英語がね、読み書きはできてもニュースでキャッチできるっていう人も少ないのかもしれないの でそうするとまあ大文字 あのなんていうんですかね、見出しだけを知っているとついぞこう陰謀論みたいなものに巻き込まれていく可能性があるんですが、まあ、これでとにかく歴史的な背景をもう一度おさらいしていただくと、そこも乗り越えていけるような気もいたします。ぜひともこちらの方皆さん、ご一読いただければ幸いです。もう一つ次回の予告かな。はい月3回の配信をしておりますエアレボリューション、6月、次の配信は6月の30日です、ゲストは活動家の、富山浩二さんということになりますが、はいはい、これまだあの特にテーマを富山さんとはメールのやり取りしてないんで、はい、どんな感じにしようかなっていうのを後で打ち合わせさせてください。はい、あの見る方として楽しみです人を見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。6月ぜひとももう一度配信ありますので、今日ね登録していただければ次回のは登録の手間は省けますのでよろしくお願いいたします。じゃあこの後、休憩なくもう少し続けちゃって大丈夫ですかね。今日は2分だけ。あ、2分間分かりました。それでもじゃあ2分間休憩を挟んで、この後は会員限定のコンテンツ、キャンセルカルチャーというキーワードで、アメリカ社会を振り返りながら、この後ですね、さらに大きくアメリカの未来、そして、アメリカの現状をですね、もっと深くトークしていきます。じゃあ休憩いただきます。